40。そんな今、このランウェイを歩く機会をいただき、久しぶりにドキドキしております。でも50になっても60になっても欲張りに諦めることなく、いろいろなことに挑戦し成長していきたいと思います。女性の輝く日本にしていきたいです。春っぽい感じのね、お風呂業界を盛り上げるアイドルとしてお風呂屋さんで活動しています。マリンゴはセクシーなお姉さん的な存在かな。また現役チアリーダーとして10年間活動しています。ラジオパーソナリティの経験もあり、しゃべりも任せて。アイドルなんですね。お風呂アイドル三浦亜希子、今日は仙台から来ました、あっこです。震災から5年、街も人も前向きです。私は素敵な仲間と出会い、引き寄せられ、キラキラするキラキラする歩くパワースポットになりたくて来ました。応援をしてくれる友人と自分の勇気に感謝です。きらびやかですね。今日は市川真紀子、23歳で癌告知、30代は夫の体外転勤と息子の心臓病手術。激動の20年から私の心を救ってくれたのは2500年の歴史を持つ帝王学でした。今47歳、一番輝いています。どうですか。そんな私が帝王学で悪の魅力を開花させます。占い館グレースフルでお待ちしています。です。橋口千佳子、趣味はダンスです。ルサ、アルゼンチンタンゴ、ポールダンス、クラブで踊ることも大好きな私です。体を動かすことで心のバランスとスタイルをキープしています。まもなく50歳、素敵に輝く女性を目指しています。どうぞよろしくお願いいたします。でもエロいって言っちゃってますからね。変わらないユキ、去年の夏から食生活を改善してダイエットを始めました。半年間で8キロの減量に成功しました。すごい。これからは大好きなディズニーにおしゃれしていきます。今日はこのステージを楽しみたいと思います。ね、8キロを痩せた自分の方にですね。川端ひねみ、家事代行、サマーソの代表をさせていただいております。日々の生活を快適に、心に余裕を感じていただきたいと、スタッフともどもお手伝いさせていただいております。美の秘訣は今を楽しむこと、心にゆとりを持つことをモットーに歩んでおります。宇山京子、幸せになれる脳と体の使い方をテーマに体感と結果を検証しています。幸せになれる方法は一つ、自分の心の声を聞き、それに従うこと。それができるためには自分の無意識と対話すること、そして体の自由を感じること。私が今日ここにあるのはみんなのおかげ。全ての出来事に感謝。太田亜美子、趣味はボクシング、筋トレ、サンバ、サルサ、体を動かすことが大好きです。5歳の孫がいるおばあちゃんですが、おばあちゃん、おばあちゃんです。いつまでも若々しく元気でいたいと思っています。今日は夢に見ていたランウェイを歩くことができてとても幸せです。すごいっすね。菊池美香、足がまっすぐで膝下が長いと言っていただくことが多いです。皆様に楽しんでもらえるように自分らしいウォーキングできたらと思います。よろしくお願いいたします。確かに膝下長いですね。長岡しおり、運のいい女になる普段不思議な生き方で前に進み続けられる女性たちを応援中、ライフトレーナーをしています。今までに一度もあの時に戻りたいと思ったことはありません。いつだって今が一番、そして未来は無限大に幸せです。幸せがつながるレイフォワードな世界を作ることを目指しています。僕好き
ですね、このドキャスト。畑谷舞香、10代の後半、歌手をしていました。おしゃれが好きで、もっと綺麗になるためにキックボクシングを始めました。これからもっといろんな場で活躍できたらと思います。よろしくお願いいたします。相沢奈子、現在グラビア女優として活動しています。大学時代からアメリカ、タイ、中国に住み、4カ国話せることが特技です。これからは女優を目指し活躍していきたいです。今日は春の妖精をテーマにしてみました。春の妖精なってます。ちゃんと小林愛子、年齢を重ねるごとに新しいことにチャレンジしなくなった自分がいます。そんな自分に活を入れるためこのランウェイに参加しました。できるかできないかなんてどうでもいい。やりたいかやりたくないか、ただそれだけです。これからも挑戦し続ける自分を大好きでいられるよう精一杯楽しみたいと思います。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。清水ひろみ、昔のディスコのイベントで着る3ディグリーズ的な衣装にしました。資質学、マヤ歴の占い師もやっちゃうメンタルヘルスのコンサルティング会社と建設業を営む26歳19歳の娘の母です。26歳の娘の母です。人事権外じゃないですか。驚きですね。柳井美優、超人気女性空間デザイナー、カフェレストラン、ホテルなど20年にわたり500店舗以上を手掛けている。 FM ラジオでは女王様の部屋レギュラー出演、 Facebook 毎日1000いいね、クラウド78、影響力抜群。どうなってんですかマジで。独創的ですもん、衣装も。堀の園の沢ネイルサロン、モナムール銀座、オーナーネイリストです。 Facebook スクール認定講師を務め、インフルエンサーとして活躍中。なんか経営してますね。矢野あやは、愛媛出身の役所です。舞台で経験を積み、海を感じる時に知られる安藤博監督作品アンデッド・イン・ジャパンにサブヒロインを演じました。趣味特技は水泳で、インストラクター経験もあります。今でも泳ぎに行くと1時間で2キロ以上泳ぎます。すごいですね。海を感じる時にジブリの、ね、作品にもなりましたもんね。由美子、この度このようなイベントに参加できて夢のようです。普段の生活では自分の魅力を感じる機会が少なく、どこまでも挑戦です。今年の夏に2人目の孫が生まれるので若々しくいたいと思います。代表取締役松村優衣です。
大骨美、小顔矯正がメインの全身美容矯正のサロンを全国20件、そして北京にも展開しています。女性の夢の支援も全力で取り組んでいるので、将来自分のサロンを持ちたい方や、なくして綺麗になりたいそこのあなた、ぜひ美仙ビューティーサロンで夢と綺麗を一緒に手に入れましょう。はい、いいですもんね、やっぱね。はい、ありがとうございます。今、出場者全員が舞台に並びました。さあ、これは本当に難しくなってきましたね。どなたになるんでしょうか。かなり個性的な方も多かったですね、このグループは。そうですね、あの空間デザイナーの方の頭につけてるのなんかも、はい、果たして結果はどうなるんでしょうか。なるでしょう。はい、それでは、はい、まだまだ続きますが、はい、第2グループの皆様でした。どうぞ皆様、大きな拍手でお願いいたします。出場者の皆様は退場となります。インパクトに残る方が結構今回いらっしゃったりしますね。僕は審査委員長、ちょっと審査委員長のねお話聞いてみたいですけど。確かにそうですね、まあ、まだまだありますから。はい、綺麗です。